どうも、縫い物、おうち、萌え暮らし、こずらじです。昨日なんですけども、縫い物時間の動画の方で、一つアップさせていただきまして、何かと言いますと、刺繍なんですけども、小鳥ステッチっていうのを出させていただいてます。で、これもまた今回も、簡単版と、あと、ちょこっと凝った版っていうのをね、2種類出させていただいてるんですけども、で、動画の方にはお見せさせていただきますが、簡単版がね、こんな感じです。もう、これだけでも十分可愛い感じがするんですけど、そして、ちょこっと凝った版が、こちらです。これはね、ちょこっと凝った版はね、アウトラインステッチなんですよ。で、刺繍糸をね使ってる感じで、なのでもうね、なんかどっちもね可愛いから、こうちょこっと凝った版をね、萌え版にしちゃうと、じゃあ簡単版は萌えてないのかっていう話になっちゃうんで、やっぱり萌え版っていう言い方をやめて、簡単版とちょこっと凝った版っていう風にしようかななんていう風に思います。まあ、前回のね、鬼の角はね、本当にある意味、まあ、逆の違う意味で萌えっとした感じもありますので、あれはあれでね、いいかなというふうに思うんですけども、なんでまだご覧になってない方は、ぜひぜひ、小鳥ステッチいかがでしょうか。ということで、で、ラジオでよく鳥の話を、させていただいてるんですけど、で、お庭にね、鳥が来るって言って、山田とか、あとは、みたらいさんとか、あと、滝尾くんとかね、っていう話があるんですけど、そのね、まあ、3話のうちどれかをやりたかったなって思ったんだけど、なんか、そうやってすごいものを、こう、降りてきたっていうものをなんかこう、考えなきゃいけないっていうより、なんかこう、ちょんちょんぺってね、描いたような、その、こう、イラストっていうか、その絵でも、実際に、こう、糸でね、こう、絵を描くことによって、なんか全然、こう、生き返るというかね、なんかそんな感じなこともお伝えできたらな、なんていうふうに思ったので、今回はね、ほんと、たまたまこう寝てて、で、なんか、あって思った、そのなんか、イラストをね、イラストっていうか、絵ですよね、ほんと、ただの絵をね、ちょっと描いて、で、ステッチをしてみましたっていう感じなので、またね、山田か、みたらいさんか、たきおくんは、どこかで、ステッチしてみたいなっていうふうに、まあ思ってます。ということで、このラジオは、私、縫い物時間という YouTube チャンネルをやっていまして、でそこでは、ただ物を作るだけじゃなくって、そのね、丁寧にこう作ってる、なんかこう時間をね、こう感じてもらったりとか、あとは、その作ってる時のワクワクした気持ちをお伝えさせていただいている小杖と言います。そんな私が、同じく簡単ウクレレ教室ガズレレという YouTube チャンネルで、音楽聴くの最高なんだけど、自分で音楽やろうよっていうのを発信している旦那さんのガズさんとの暮らしの出来事や、あとは大好きな縫い物のこと、そしてもう一つ大好きなお家のこと、DIY とか部屋の模様替えとか、お手入れとか、あとは雑貨が大好きなので、雑貨のことなどで発見したり、面白かったりしたことをお話ししている、そんな普通のおしゃべりラジオです。ということで、今日はですね、今回ね、この、小鳥ステッチで、簡単バージョンと、ちょこっと凝ったバージョンをね、やったんですけども、で、まあ、最近ちょっとお話をさせていただいている、私の旦那さんのガズさんが、まあ、動画の中でね、要は、シンプル簡単バージョンと、あと、かっこいいバージョンっていうので、二つ、こう、いつも出してるんですよ。で、それが、まあ、なんていうのかな、こう、音楽をやったことない人も、やってみようよっていうことを、まあ、伝えたい。そして、やってほしい。で、広めたいっていうことで、自分が、なんていうのかな、こう、持ってる、どうだっていうのだけを出すんじゃなくて、間口をね、どんどん広げたいというか。で、そのためには、こう、我を消すっていうかね、自分のこだわりを、そこでは消すみたいな感じのお話を、まあ、ラジオでも以前、あったと思うんですけど、で、私も、なんか、前々からそれはよく聞いてて、で、小杖さんもそうしてみたら、本当はいいよっていうふうに言われてたんだけど、なんか、そうだねって言って、こうやってみるっていうことができなくって、だけど、ここ最近それをすごいやりたいっていうふうにね、こう思い始めて何回かこうやってるんですけども、で、なんかね、面白いなって最近思ったのが、ガズさんはね、もともと一個の
ある曲があって、でその曲を普通にシンプル簡単バージョンっていうのはもう四つ弾きで弾くっていうふうに決まってるから、その四つ弾きで弾くのをまああのこう普通にやって、でかっこいいバージョンですごいこう自分の中のこうできるアレンジというかね、こう思いついてみんなもこれちゃんと試してみようよみたいな感じのアレンジをこうどんどん足していくみたいなイメージなんですよ。なんだけど私の場合はね、なんかこう自分で煽りできたっていうものがあって、でそれをもうマックスでやりたいっていうのが先に出ちゃうから、それをどんだけ引き算できるかっていうかね、その簡単バージョンにするのが、なんだけど簡単にして可愛くなくなっちゃったら意味がないんですよ。なんで簡単にするんだけど同じぐらいモエッとするようにするにはどうしたらいいかっていうのを、そのもうマックスのところはもう出来上がってるから、そっからどん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 こういかに弾けるかみたいなね感じで、でその鬼の角の時も最初鬼の角じゃないか、バレンタインのそのケースの時も、最初のマックスはもう出来上がってて、そっから弾いていくんだけど、その、私がね、引き算をして作ったものが、ガズさんにね、見てもらったら、まだ引き算がしきれてないみたいな感じで、ここが難しそうだ、あそこが難しそうだっていうふうにやっぱなるんですよ。で、みたいな感じになるんだけど、だけど、いざ出来上がってみたら、簡単版の方が可愛くないみたいな感じがね、結構あったりするんですよ。なので、なんか、面白いなっていうか、だから、なんていうのかな、こう、自分が降りてきたと思って、こう、作るものっていうのは、自分の中のその最高のマックスなんだけども、で、最高のマックスと言いながらも、その、皆さんもこんな風に作ったらどうですかっていう風に説明が、まあ、できる中のマックスっていうかね、動画のこう尺とかもあるしね、なんでそういう感じなんだけど、それをさらにこう弾いて弾いて弾いて、だけど作ってみたいっていう風にこう思うようなぐらいモエッとするものをね考えてる時が、今はめちゃめちゃこう真剣になるっていうかね、楽しいっていうかね、なんかそういう感覚に変わってきつつ今あるっていうかね。なんで全部の動画に多分それはできないんだけども、こう一個パーンって降りてきたものがあって、それを作ろうってなった時に、じゃあこれを簡単版にどう変えられるかっていうふうにね、毎回毎回一応その考えるっていうかね。で、ガズさんは、こう簡単に弾いたらこうなって、すごい簡単になるっていうふうに、でもね、ちょっと違うかもしれない。ガズさんも、もともとある曲を、なるべく4つのコードで、初心者の方は弾けるように、本当はこのコードじゃないんだけど、このコードに置き換えるとかね、そういうことをしてるんですよ。だから、そうだね。なんか元々ある簡単な曲を自分なりにこう、かっこよくアレンジしてるんじゃなくて、元々存在する一個の曲を自分なりに簡単にして、だからやっぱり引き算してるんだ。自分なりにすごくこう、引き算を工夫して引き算をして、なおかつ、かっこいい時は自分なりに、そのみんなが、なんていうのかな、こう、チャレンジしてみたいとか、あと、やっぱりガズさんのアレンジって、なんか、いいな、みたいな感じで、なるように、こう、なんていうの、かっこよくするっていうね。そういうことだね。だから、そっか。だから、なんていうのかな。同じようで違ったって思ったけど、違うね。やっぱり、ガズさん、そう思うとすごいですね。引き算もするし、足し算もするんだ。そっか。すごいな。なんで、まあ、私のタイプとはね、まあ、やり方が違うんだけども、私は本当ね、なんか、もう、先にもう画が出ちゃってたから、あ、もう私の中のマックスみたいな感じでね、みんなこれ見てみたいな感じがあるんだけど、あっちゃうんだけど、だけど、そうじゃなくって、まあ、それは一個置いといて、まあ、いかに萌えを残しながら、いかに引き算ができるかっていうところをね、なんかこう今の課題というか、新しいなんかステップに行ってるなっていう感じがします。まあ、とはいえね、とはいえですよ。やっぱり
自分の中のこうめちゃ萌え度はね残しておきたいんで、たくさん作るんだけども、その中のいくつかは、例えば本当マニアックなあの手袋うさぎね、あのグローブスバーニーのあの長靴だったりとかね、こうただ縫うとかね、そういうことがあると思うんですよ。一体これは何ができるのかなっていう感じの動画も、まあ残しつつ、この間も言いましたけども、やっぱりこれみんな一緒にやろうよっていう時は、なんかそういう気持ちをね、こう持って、あの、こうすぐその動画を作るんじゃなくて、こう一回ね、こう引き算をどんだけできるかっていうのをやってみて。で、毎日ね、夜ね、ガズさんが、あの、次の日にやる曲の楽譜をね、こう、あの、アレンジしてんですよ。夜ね、ご飯食べた後。まあ、その作業がね、本当に真剣で、もう話しかけてもね、返事してくんないの。もう私がテレビ見てるのと同じぐらいな状況で。で、だから、それぐらいもうめちゃめちゃ入り込んで、もうゾーンに入ってやってるんですよ。だからそういうのをね、見ると、なんか、なんていうのかな、ガズさんからすると、こう曲っていうかね、弾くのなんてみんな同じいう風に感じるのかななんてさ、思ったりもしたんだけども、毎回毎回ほんと真剣勝負で、だからなんかちゃんとそのやってる人っていうのはこう実はやってるんだなみたいなね感じがすごいあるから、なんか私もなんか、あ、こうなったらいいのになとかね、なんかだったらなとか、そういうことだけ思ってないで、やっぱ日々コツコツこそこそ、もうなんかもうたくさんやるっていうことが大事なんじゃないかなっていうふうに思います。なので、まあまあ、あの、なんていうのかな。これがね、こう出した時に、例えば小鳥が出した時に、それをすぐみんな見てじゃなくていいんだって。なんか、ああ、なんかまた1年後ね、それが経った時に、なんかある日誰かがね、あ、なんか簡単な刺繍でも時間あるからしてみようかなっていう時に、こう見てたら、あ、こんな簡単で可愛いのがあるのっていう風になる感じが、それでいいんだって。だから、そういう気持ちでね、なんかこう、自分が、こう、可愛いなと思ったものを出していきつつ、こう、何年後か、それか何ヶ月後かわかんないけど、なんかね、どなたかのこう目に留まって、で、その時になんかこう作って、くれれば、それが、それでいいんだっていうね、感じで、こう、面白い、なんかこう、なんか言葉にうまく言えないんだけども、新しいなんかこう切り口っていうかね、が今本当感じてるところでございます。はい。ということで、今日は月曜日ですね。今日もね、朝からすごい、いい天気で、で、寒かったけど、ウォーキングもしてきて、なんかいい、素敵なね、こう、週の始めが、進めたなっていう感じがしてます。なんで、まあ今もね、すごいいいお天気で、お洗濯物も今日は乾きそうだなっていうふうに思ってますが、皆さんも素敵な週の始まりをお過ごしください。ありがとうございました。こつらじでした。